さあさあやってまいりました。本日はランク S のバトルロードがこの格闘場にて繰り広げられます。場内騒然、観客応援、オーナー同士は会見。第1バトル行ってみましょう。赤コーナー、青コーナー、これは勝利の女神も悩むでしょう。それではバトル開始です。第1バトルの劇的な決着に場内まだどよめきが収まりません。モンスターバトルロードランク S 決戦、引き続きどちらのチームも気力十分、観客興奮、彼女の家まで15分。それでは第2バトル行ってみましょう。赤コーナー、青コーナー、これは勝利の女神も悩むでしょう。それではバトル開始です。レディーゴー。
Ladies and gentlemen、 一体誰がこのようなステージを迎える日のことを想像したでしょう。挑戦者様の規格外の強さがこの新たな戦いのステージを生み出しました。その名もランク S。 モリー様が世界中から屈指の猛者を集めて行われたこのランク S もここに最終決戦を迎えるに至りました。では参りましょう。モンスターバトルロードの究極の究極、これ以上のバトルは存在しません。赤コーナー、青コーナー、さあ来いボーイ。わしはバトルとなったら油断という言葉を知らん。本気で行くぞ。最強のモンスターチームの称号は果たして誰の手に。答えはすぐそこだ。レディーゴもせず考えている。だがチャンピオンのような真の天才の前ではわしのような凡人の努力など虚しいものだな。ありがとうチャンピオン。チャンピオンはわしの夢を叶えてくれた。わしはずっと待っていたのだ。わしを打ち負かしてくれる真の天才が現れるこの日を、最後のお祝いをさせてくれ。わしとチャンピオンが出会ったあの場所で。よくできているだろう。
像は王位の栄誉を後世へ伝えるために建てたのだ。さっきも話したが、王位はわしの長年の夢を叶えてくれた。だから今度はわしの番だ。わしは王位の夢を叶える手伝いがしたい。わしも一緒に連れて行ってくれ。ボーイならそう言ってくれると思っていたぞ。ボーイの夢が何なのかは知らんが、この森必ず役に立ってみせよう。それではボーイ、これからよろしく頼むぞ。